ご視聴の前に、今回の動画はちょっとした実験を兼ねています。その成果を見るために今回ほぼカットをしていません。雑談多めな展開になっていますが、ちゃんと動画を見て感じたことなどをコメント欄で教えてくださると幸いです。それでは本編にどうぞ。およそ300メートル先、目的地は左側。この橋ですね、目的地。これか。はい、この橋です。まあ、橋にはいい思い出はないでしょう。おお、でっけえでっけえ。でっけえでっけえ。すげえな。懐かしいホテル、まだ足は綺麗になってんな。違う、ホテルに観光来てんちゃうね。また車止めるのにここか。ここに車止めればいいかな。せやな。はい、今日はね、ちょっとね、霞んでんですよ。そうですね、若干霧が。霧、もう、梅雨の特有の湿気って。はい、何か感じはします。とりあえず橋の方行きましょうか。何橋やった、ここ的屋湾大橋だそうです。まあ飛び降りのなんていうの聖地らしいですよ、この辺りの。飛び降りの聖地って言うの。何その飛び降り聖地って意味わかんないし。で、かっちゃんよ。こういう車が走ってるって音が入るときは止まっといてほしい。もう喋らず止まっといてほしい。なんで？編集大変。嘘。編集大変。天気ですか？どう？本当眺めのいいとこなんだろうね。お昼来た時はだいぶ眺め良かったからな。ああ明るいライト言われねえわ。暗いな。こういう観光もいいけど。心霊スポットに行きたいわ。この間、酒呑童子でボッコボコにされてんだよな。酒呑童子？あ、ボコボコにされてお前、へこんどるのに。心に大きな傷を負っているから。カニやで。まず前提として、例えばまあ実際にね、ここで誰かが飛び降りたとしましょう。それを練習すること自体は可能ですか？練習しようとするには簡単ですけど、それを何、やれと？ここ実際に、来ました。なんか飛び降りの聖地らしくてですね、割とここ。いろんな方が飛び降りてらっしゃると。あ？いろんな方が飛び降りてらっしゃると。でも助からへん、これ水があると。でも下まで40メートル近くあって、実際にこの間死人が出てるので、2020年あたりで。車通りが割と多いですね。
なとこから落ちようと思うね。確かに下まで40メートル行ってたんで。40メートルか。見えるかな。無理ですね。あ、でも若干見えるわ。明るい明るい。ちょっと落ちるぞ。40メートルか。それだけの勇気があれば何かなせるはずなのに。ガンダムと同じぐらいの大きさ？高さ？ガンダムって41メートルぐらいだっけ？知らん。きっと。まず一つがここに、ここだ、ここだけになるんだよな。ここなんだよな。ほう。ここから誰か身を投げ取るしおるね。ああ、ちゃんと見えましたか。女性ですか、男性ですか。女性ですね。へえ。こっからよう勇気あるな。褒めてやりたい。それはまあ単純にここを乗り越えて。すごいな。面白いな。よくこんなとこ。ずっとシャッター暗いんですけど。あの上のライトが強すぎるんよ。全然撮れやへん。皆様、今回オーブの写真がなかなか期待できません。あの、湿地環境のせいで。あのね、オーブはもう撮れ撮れにいいね。さっき指差して撮ったでしょ、俺。そうね。ダメだな、これ。こんだけ水分があると、もう。で、実際にその、まあ、たくさんの方々が飛び降りててですね、ここ、話的、あの記事的には。はん？で、その、たくさんの方がお亡くなりになってて、うん、その、橋の下から、うん、橋の下に無数の手があるだとか、いう話もござるんですが、見えます？手一本でも。なんかそういう、ああこいつに引き込まれてるんだなとか、そういうなんかそういうようなヒントは。あいつやろ。どれ。怖い。もうちょっと来ると。新田さん、三重に来たよ。違うよ、視聴者に話しかけとくべき、あれちゃうよ。撮っちゃう、俺を撮らんでも下撮ってよ、これ。真っ暗で何も映んないぞ。でもな、これ…がボケるボケる、暗いから。これ夜飛び込むんだろう。夜なのか昼なのかは分かりませんが、今日は最悪だ。こんだけ霧かぶっとるけど、止まってたけど、ここ。あなたの異常行動はもう測定体案件なのよ。取り憑かれてるってなってるから。これは亡くなられた方か。女の人か。まだ分けん。かわいそうに。その方もじゃあ飛び降り、うん、飛び降り以外何もねえだろ。こんなもんあれだね、あのえなき大橋でやった時はぶっちゃけた話、どれだけ調べてもなんていうの、飛び降りた人が出てこなかったからあれなんだけど、よくこんなとこに登ったな。勇気ある。この目の前の柱に捕まりつつ、なんかこのまたがったんじゃないの、これを。
この上で、この上で飛ぶやつ、すげえな。勇気ある。ここで？ここの、うん、この白いのが立ってるこれの足場ってこと？うん、すげえな。ガッツあるな。ガッツあるな。バンジーだと思ってたのかな。紐がついておりません。でも確かにな、本当に苦しんで死んでったんだな、本当に悩みがあったんだな。なんていうか、そういうのを見ると助けてあげたくなるよね、本当に。うーん、俺に相談してくれりゃなんとかなるのに。そんなことを言うと占いのお客さんが増えますよ。占いのお客さん一人増えたね。あのね、でもね、ぶっちゃけね、あの緊急性のある占いはかっちゃんの方にツイッターでお願いしますとかね、前言った覚えがあるんですけど、うん、あれやられると動画にならないんですよね、うん、あなたの評判上がるだけで。あの要はさ、写真これを見てくださいっていうのをツイッターの DM で送るじゃないですか。俺を一回経由してくれたらなるほどなっていう動画が作れるんだけど、うん、それもないまま勝手に、なんていうの、占って勝手に解決するでしょ、うん、なあ、失敗したなと思ってる。でも解決したって言ったら一人だけやん、本当に解決した人って。うん、あの誰やった、あの人、爪さん、あれなんて読むんだろう、ウリさん、爪じゃないの。もともとだったら爪切りだな、なんていうの、そっち系の名前でポンポコポンポコ変わってるからさ。そうそう、あの人はね、でもね、ちゃんと幸せになってんですよ、今幸せつかんねんですよ。、うんうん、今は何も言わないけど、やめなさい、そういうなんか余計な一言を言うのは。そう、そこがあるもんで俺ダメなんだって、占い師として。うん、先の先まで読めるやん、もうそうなっちまったら。まあね、うん、その先の先まで読むのが占い師の仕事なんだけど。ね、爪さんっていう人な、間違ってたらすいません。爪さん、本当に幸せになってる姿が僕、今でも見えることが嬉しいです。その人だけですよ。ただ俺ほんと爪さんにはすげえ感謝してる。何を？ん？顔も知らない、見たこともない、オーラも知らない。その中でで、変な話、その相談してもらう、占いをちか相談してきた女性の人がいて、うん、で自分の広げれるまで東京と大阪あたりをぐるっと回ったけど拾えなかったんですよ。霊感でその網をかけたけどかからなかった。かからなかった。じゃあもうちょっと伸ばすには東京をやめて北海、あの沖縄方面まで飛ばそうと思ってビーっていったら引っかかったって。でそこで九州あたりの人ですかって言ったら当たってたっていう。、うん、すごいね、 YouTube 九州の人ともあっさりつながれてますよ。もう繋がったらあと楽だわな。もうポコポコアクセス、なんていうの、占いの霊感届く。届かない。もうそのことは。うん。もう。一回メイ君飛び込んでみたら。じゃあカメラ持っといてもらって。助かるのかな。40メートルだよ。うん、深さ何メートルあるんやろ。あの一人でも死人が出た時点で、なんていうの、乗りで試していいしてるものではなくなってるからね。なんか昔さ、俺溺れとる人がいて、うん、橋の上から飛び込んだことがあるんだよ、助けるために。うん、何をそんなかっこいいことやってらっしゃるの。違う、もう大回りして行ったら絶対流されるから、うんうんうん、もう何も考えずにドボン飛び込んで。年何歩頃の頃？まだ25、6かな。ああ、でも水泳の技術はまだ生きてるな。全然生きてる。学校とかで習うような水泳の技術はちゃんとあるから。まあでも救助になったら難易度上がらない、結局その。でもの立ったらよ、胸ぐらいまでしかなくてな、ゾッとしたぞ俺。アニメである溺れ方してる。いやもうだって、車が。だってさ、
もうその人はだって動こうともしないもん。え？動こうともしないし、うん、うん、ほんだでもううわーって頭上げて引きずり出して、ほんで流されながら歩いてうん、そしたらよちょうど友達たちがわー来て、おい大丈夫かって、いやわからんっつって、とりあえず心臓マッサージやーっつって。あ、その人意識はもうない状態なの？なかったな。心肺停止超えてみても心肺してないって。キャーで、ふい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 。違うね、そんな昔話で脱出したいちゃうねでも本当はね、ここボコボコよ、死んどるね。なんでしょうね、もっとなんかもっとめちゃめちゃ車通り多かったら、そうか、でもそれはそれで知れないこっちの方が多いね、多分こっちの森みたいなところ、島寄りの方かな。今スペイン村よりすごく嫌な言い方をするけど、ここでまた別にお供えがあるのは別の方のっていうことなんですかね。ここが一番新しいやつだな。なんてこった。ここが一番新しく亡くなった人だな、多分。それこないだの多分な、事故的な残像が濃いから必死だったんだね、この人も。別に警察から逃げる必要なかったのにその警察は霊視ですか、あの単純な事件の記録ですか、うん、飲酒運転で無免許なんかどうでもいいじゃん。死ぬことねえのにな。すげえ悩んだんだな、飛び降りる前に。かわいそう。でもさ、悩んで悩んだ結果で飛び降りが勝る状況って何なんだろうね。あの自殺自体はまあまあ100歩譲ってわかる。いや、すごい真面目なお人柄なんですけどね、見えるのに。おー、うん、自殺にしても私は飛び降りは選べません。でもな、俺も飛び降りは選べてることしとるから。腰が痛くなってきた。腰が痛くなってきた。年ですか、霊感ですか、どっちですか。年やな眠り残量がありますね。お前をつまずくな、最近年。本当にね、見せて。何これ、どういうこと。取りすぎたかな、俺。眠くぶっ刺さってねえな、これ。さては本当だ、ダメだ。あとはじゃあ喋るだけで頑張ってもらって大丈夫、あの画像的にもなんて日だお前ほんと最近おかしいぞお、充電は忘れるわお前だってあなたのメモリー忘れるわああそ、だってあなたがもうなんかさ、何もねえって言ったらそっかとしか思えないもの。あ、なるほど、喋りで繋いでいくパターンかな。そうだな。あ、首吊りもあるんだな。おう、よくお気づきで。よくお気づきでって言うけど、はい、あのあるの。はい、心霊基地に首吊りも あるんですよ、この辺り。すげえな。あ、すげえ。あえてなんていうの、記事言わずに黙っとった甲斐があった。あ、うるさいお前。お前さ、ほんと信用してねえよな、俺の霊感。違う、逆よ、逆。あの
全部その首吊りがありました、その飛び降りがありました全部言っちゃうと、うん、あなたが何か言ってもなんかその記事うんぬんって言われるんじゃないのって思ったけど、うん、今俺はあえて記事を話さなかったことで、うん、あなたが本当に自分の霊感で言い合ってたっていうのにびっくりした。そう今のさ、あ本当に言いよったなっていうそのリアクションさ、うん、仕込みでできないでしょだってそう首吊りもありまして、首吊りがあるんだ、へえ、よこんなとこで首吊ったな、勇気あるな。え、この橋のどっかそういうところに縄くくりつけてる感じですか。いや今覗いたら木々の方下の、うん、ここで一回結んだんやけど、うん、落っこってんね、ほんで木々に引っかかってそのまま即死ってやつじゃないかな、わかんないけど落っこちてる、うん、結び目が緩かったのか。首吊りはすげえはっきりと見えるな、ここから。なかなか悲惨なものが見えていらっしゃる、うん、それは多い感じですか。そんな多くはない。でも普通首吊りやと苦しいで苦しむんだけど、すげえな、耐えとるもんバキの世界なんよ、漫画の世界なんよ。怖いな、こうやって考えると首吊りでこんだけ耐えとる人ってよほど死にたかったんかな。なんで首吊り選んだよ。耐えてるって何、首吊りで普通は苦しいじゃん、うんうんうん、痛いじゃん、うん、で、やっぱり外装的にもがくはずだけどっていうこと、うん、それがないない。ああ本当にその死ぬ気満々っていうことか。あーすげえな、なんだかんだってここの木に戻ってきとるんだね。闇が深いな。近づいてきてみて、こっちよっこいしょ。あなたがカメラ持って場所を指示してくれた方が分かりやすいぞ。あそこちょうど真ん中あたりでよろしい。そう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 、霊感ある方何か見えます？私には何にも。今ユリゲラーです言葉に詰まってボケるのやめてもらえるかな